どうもだるいもんです。昨日の夜久しぶりにお酒を飲んで、今日も朝から全開だるいです。ちょっとね、今日はストップモーションアニメを撮ってみようかなと思っていろいろセッティングしております。まあ、うまくできるかわかりませんが、やってみたいと思います。そしてね、ちょっと照明をここのだるいもんの作業部屋に設置してみました。下にこうちっちゃいの1個と上に1個つけてみたんです。なんかこれ2個で3000いくらだったんで、安かったんで買ってみたんですけど、どうなんでしょう。そして電源は太陽光パネルから車のバッテリーに電源を入れております。このバッテリーもね、本当はちゃんとしたシールドバッテリーに変えたいんですけど、とりあえずのバッテリー、うん。まあ、ここ下コンクリートなんでね、まあ、いい感じです。まあ、何がいいのかよくわかりませんが。とりあえず、だるいもの作業部屋。こちらでね、ストップモーションを撮りたいんですけど、とりあえず、買い物に行かなくてはいけないので、買い物に行った後、ゆっくりここで撮りたいと思います。どういうあれにしようかね。ちょっといろいろ考えてるんですけど。うん、悩むわ。はぁ、外に出てきて、これ車乗るだけですごい暑いんですけども、なんか、外異常に暑すぎる。とりあえず、伊佐原のホームセンターに来ております。奥さんが何かを買うらしい。なんか奥さんがホームセンターでこれ買いすぎじゃねえ、なんかカートを山積みなんですけど、奥さん荷物を買いすぎて前タイヤがおかしくなってます。あの荷物ジムニーに乗るのかな。なんか車椅子を乗せるスペースがなくなりそうな気がするな。いやー、それにしても今日も暑い。汗が止まらない。さあ、マクドナルドに行きたいと思います。マクドナルドでね、月見なんだったっけ？違うわ。月見パイだっけな。あれを食べたいと思います。どうしようかな。月見パイと、なんか俺お腹空いちゃってるからな。お腹空いちゃってるから、月見パイと、月見バーガーでも食べようかな。でも俺帰ってからホットドッグ食べなくちゃいけないからな。いや、でも今日はそれを食べて散歩に行けばいいんだよ。雨だよ。どうしよう。雨降らないと。でも今、いやダメだ、食べちゃダメだ。月見パイだけにしとこう。飲み物はね、あ、マックシェイクのバニラない、バニラじゃなくてヨーグルトないんだ。マックシェイクのヨーグルトが飲みたかったけどないみたいだから、しょうがないから、何しよう。普通に爽健美茶でいいや。みんなさんが美味しい美味しいと言って食べているので月見パイを買ってみました。そしてね、マックシェイクのヨーグルト飲みたかったんですけどね、なかったですね。今時期じゃないのかな。まあ、とりあえず月見パイをいただきたいと思います。うん、あ、こういう味なんだ。うん、日が起きるまで放置していきたいと思います。なんか喋れてないね今日も。太陽光パネル、なんかいい感じに今日は電気を発電しております。うん、これでね、作業部屋がライトがついて明るくなります。今日のお昼はこちら、 YouTuber の風呂内さんおすすめのジョンソンビルです。なんかうちの奥さんがね、風呂内さんの Vlog を見て買ってきました。なぜかガーリック味。そしてこちらを使って今日はホットドッグを作っていきたいと思います。ではスタートです。
ついに年で指先も動かなくなってきたか。これ開いてないんじゃないの。こっちついちゃってるじゃん。これ、え、これ本当かよ。でしょ。じゃあ、なんか中まで。あ、やべ。ジューって言わなかった。なんかちょっととろびすぎるかな。なんか大丈夫かしら。焼けるかな。なかなかいい感じに焼けてきました。中から油がすごい出てきてるな。これあんまやっちゃうと旨味が全部流れ出ちゃうんじゃないのかな。まあこんなもんでもいいでしょうね。ではこちらを使ってホットドッグを作っていきたいと思います。かけすぎかな。1個目はうまくいきました。いい感じじゃない。ではこちらのホットドッグいただきたいと思います。うん、うまい、うまい。いや、これ合う。美味しいんですけど、果たしてこのジョンソンビルのこれが美味しいのか。そのまま食えばよかったかな。まあいいか。とりあえずホットドッグは美味しいです。なかなかね、ジューシーで美味しかったです。これちょっとホットドッグにして食うにはちょうどいい大きさでしたね。うん。なかなかお昼のホットドッグ、いい感じでした。ごちそうさまでした。はい、どうもだるいもんです。今日はね、こんな感じで、まあ何をしたというわけでもないのですが終了します。なんか今日ほんと疲れてるんですよ。まあ困りましたね。まあそのうち体調良くなるのかな。うん、まあ元気は元気なんですよね。食欲も何もかもがあるから。うん、まあ気分的問題かな。うん、まあ今日はこの辺で終了したいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。